どうもみちです。どうもエンスミディ、やっていきましょう。ドラゴンボールレジェンズ、はい、アップデート終わったぞ。やった。早速ね、ちょっと見ていきましょう、うん、こちら。まあお知らせからね、例のごとく見ていきましょうということで、まずじゃあ下から行こうかな。ちょ、ね、え、やばいもん見たわ。なん、その2個下行って。2個下行く。すその下下下す、そのサヤ人の上。え、 PVP 萌えの受ける。または意図的な通信説明を待てんてんのかお前ら。もう信じられん。おい、何回言えばいいんやこれ。もう次のこれ来てたら俺言わなきゃいけんからね。俺らはそう、でもこれを拾ってくださいっていう運営さんのあれがあるんで、俺はもうこういう契約のもとね、俺らやってやめよ、もうやめよう、こういうの手伝いやめて。俺らもう言いたくないもん、こんな、うん、子供じゃないんだから本当に。はいはい、何から見ていく。修行地から、うん、はい、見ていきましょう。はい、いつもドラゴンボールレジェンズをご利用いただき、いやそこいいやん。まあ、ざっとまとめると、条件、使える条件がちょっと変わったよと。そうね。で、獲得の経験値も見直しが行われたよということですね。でもこの1レベルとかさ、600レベルとかさ、銀何万の、うん、あれ一発いけばさ、そうよ、マックスやん。使うとじゃねえ。じゃあもうこの修行用おもりと修行用おもりはもう一生使わない。どっちも 100g と 200g、 100と 200g、 ね、100と 200g はどっちも使わんやね、使うことないやん。そう、あの制限、その1から299までが100、うん、300から599までが200しか使えないみたいな感じになってると、うん、ちょっとね、なるほどね、難しい。うん、あとなんかあれだよね、個数も確か10個マックス、そうそうそう、とかで使えるから、牛乳瓶10個一気に使えるから、うん、さっき700レベルのやつが一気に1000ぐらいまで10個使えばね、うん、なるほどね、うん、まあそんな感じになったよと、はい、だから結構いいですね、その、うん、まとめていけるのが、まあ、300、600より上になってくると、うん、まあ、ありがたいアップデートか。そうね、はい、そしてこれか、うん、バージョンアップお知らせが来てますよと。メインストーリー2部の3章が新たに追加、ストーリー追加、そして冒険の依頼書に難易度 Z1。 お前アップデートごとにお前どんどん強くなるよ、ばいこれ。確かに、ほんまに。しかも Z1 って何、何 Z1 ってめっちゃかっこいい言い方してる。どこまで行くん、どこまで行くん、 Z 何まで行くんこれ。 Z4 までじゃあ。いや、持っていく。 Z1 の気を持った Z1 のZ3 みたいな。そういうやつ、そういう感じになってくる。 Z1 みたいなやつになってくる。 Z1 の気をまとった Z1 の Z2 みたいな。の冒険依頼書 SSGSS のやつが、できましたと。はい、あとはミッション報酬複数アタバ一括で受け取りできるようになった。これいいね。何何何、あの一括で受け取りってやるとさ、あ、一個ずつ、あの受け取り、ね、でまた出てきて受け取りってやつ。これも今更やけど、今更やけどありがたいね。まあね、初期から地味にみんな言ってるもんね、うん、何これってどこら辺が一括なみたいな。どういうことって言ってましたから、ね、これが実はなくなりましたと。そしてキャラクターの一部ボイスを変更。これ検証動画上げるべきやな。どこが変わったかみんなで探そうぜ。先に見つけたやつが勝ちや。確かに、これ本当にあのコメント欄でね、みんなも見つけたらぜひ教えていただければ、ね、誰かの声が変わりましたよ、うん、多分俺らでも探しきれん、これは、うん、多分むずい。うん、そんな感じです、はい、そして多分18号のダダダダダやろうな。あれマジで変えてほしいわ。あと変わったと思う、多分。あんだけ好きなのに急に射撃を押したくないもんだから、18の時ダダダダダつって。確かにその辺変わっててほしいですね、と、はい。そしてスカウトバトル、あがベジータ、うん、これがあのまたね、スタミナ2消費の、うん、この前の、あ、もうエクストリームになってきたね。そうそうそう、18号のやつ。正直いらんからね。まあね、うん、いいんじゃないですかね。エクストリームは全然まだパーティーに組み込む余地がある、うん、キャラでもあるんでですね。ベジータが特にね。 あとあれだね、横のミッション全部クリアしちゃえば、うん、あの普通にスキップチケットとか使いながら、うん、ライジングソウルの赤を集める場所としてもいいんじゃないかな。そうですね、割と、はい、そんな感じ、うん、そして超時空決闘、決闘第7回、もう第7回なんだ。これもベジータと、これもベジータ、うん、もう大体最近そうなってんだね。トランクス、そして謎の青年、トランクス専用フラグメントだって。これは完全専用だね。まあだから根結来るやん。そうね、根結のために使ってって感じかな。なるほど、はい、そんな感じですかね。はいはい、そして大目玉、大目玉こちらよ。まあもう昨日ね動画を上げてますけど、うん、これがついにやはり今日来ましたね、22日から、うん、そして今回は10連でおまけの鈴がついてくると、うん、いいね。そうね、鈴、しかもこれあれなんかさっき見たら3分で終わる修行らしくて、うんうんうん、だからめっちゃ短
機に間にすぐに上げられるようになるという感じ、そしてまあベジータ、トランクス、そして赤悟空、赤ベジータ、赤トランクス、全部赤やん。まあでもスーパーサイヤ人シリーズ、うん、ブロリー以外、ブロリーを除いただね、スーパーサイヤ人タグを持ってるやつが全部出てんのかな。だからもうスパーキング全員金髪よ。黄色悟空とか出てないよ。でも黄色悟空は来てないね。黄色悟空来てくればよかった。そうね、赤悟空とか黄色悟空にしてほしかったけど。確かに赤悟空今更って、まあまあまあ、まあでももしかしたら本当にこれ回しまくって、うん、いよいよこいつ7とする人間が現れてもおかしくない。そうね、まあ、既にいますしね、うん、まあそうそうそう、うん、この辺の人たちも7とししてもおかしくない、うん、そう普通に出てくるかも、まあ、赤ベジータもね黄色悟空が出たんで、うん、まあ、割と今かなりいいポジションなんですけど、ね、大腸ベジータとしてねあんだけディスられてきましたけども、うん、確かに黄色悟空の誕生でかなり実用性が増してる、うん、増してるね、感じはしますね。でまあトランクスは普通にね多分、まあ、強い、とつっていけばとつっていくほど普通にいいんじゃないかなと、うん、今月パーティングね、うん、今回トランクスまた来ましたからですね。そしてエクストリームに17号が新たに追加、うん、これも赤だね。それも赤ね、赤パやんも、まあ、実際に今赤いないんで、うん、ちょうどいい。あ、1か19号いるやん。あ、そう19赤だね。19号使いたくないっていう人はこっちを、はい、使ってください。これしかもあれだね、Z アビリティで赤の射撃防御、うん、赤パ、赤のそう射撃の攻撃防御を 22% アップなんでダブル強化。普通に赤パに、まあね、色パはね、うん、ダブル強化が多いんでやっぱバフがめちゃくちゃ乗りやすいということでですね、うん、こいつは入れてもいいんじゃないかなと、はい、言った感じで、まあね、早速もうこの動画はガチャの動画なんで、まあそうですね、引いていくぞ。はい、はい、こちら限界を超えたサイヤ人、いいね、おまけ来てるね。ステータス見た感じで、ね、結構トリッキーな感じ。そうだよね、ではあるんだよな、うん、かっけえな。かっけえはええわ、かっけえんだ、うん、キムキやな、ほんとにもう太もも競輪選手みたいやってるよ。本当よ。そして17号もいいね、うん、この毎回本当に後ろに映ってる16号早く来てって、本当に本当に本当にずーっといるやん、もう影だけ。本当よ、いつかも首だけになってる。首だけで配信、右上の隅っこの方にこう首だけ、ガシャの演出で首だけ飛んでいくみたいな。ドラゴンタオパイパイのあの代わりに16号の首だけこうやって飛んでいくみたいで、ご飯がぶち切れる。そうそうそうまあね、はい、スパーキングのキャラは詳細、ステータスの詳細とかは、まあ、個別でね、うん、出していくんで、まあ見なくていいかなと。そうですね、これだけ見せたい、かっこいいんだこれが。17号の必殺技見て、まあ、17号はちょっとね触れられることがあまりないかもしれない、ね、そうそう、エクストリームだからここで見とこう。かっけえわ、まあ、であとこれも見てほしい、言うて普通。これ本当にかっこいいわ、ファイナルフラッシュ、ファイナルフラッシュ、これはね、名作、これいよいよ名作っていうか、まあ、名場面。もうちょい長くてもこれ耐えれるけどね。もうちょい長いの見たい。もうちょい長くても耐えれた。ファイナルフラッシュの演出に関しては。こちら。もっと貯めてほしかったな。おぉ、俺がスーパーベジータ。アイアムスーパーベジータ。いいね。かっけえわ。そんな感じ。かっけえな。ですね。ベジータかっこいいね、やっぱ。かっこいいわ。ベジータやっぱかっこいい。あと普通にムキンクスもね、てか黄色のサイヤ人がね、黄色悟空っていう不安定なキャラしかいないんですよ。あ、なんで今、うんね、みんなこっちが欲しいんじゃないですかね、トランクスよりは。確かに黄色でやりたいよね、やっぱサイヤ人パが正義みたいなとこ、うんうんうん、あるんでね。なるほどね、そんな感じか、うん、行くか。はい、何があれって9月3日にもうセル来るの確定やん。そうね、だから石をどうするっていうね、俺あんま引こうと思ってないでしょ。10連はするでしょ。でも10連ぐらいかな、10連20連ぐらいして、まあそうだよね、あとはもう単発でって感じで、課金してまでセルにやっぱぶち込まんとなと思って。そうよ、欲しいのはセル。うん、まあでもこのおまけっていうね、またうまいとこやっぱ梅さんやってるんですよね。銀の鈴でしょ。うん、まあ確かにね、そんなせかしてみんな育ててない。確かに確かに、もう何だか育てるのいないよみたいな。東京の電車かってほんまに急ぎすぎやろ。お前らそんな急いで何がなんかあるんかって、その数秒で、あと2分後にもう1本電車来るのに、お前何をそんな急いとっかって思うね、本当に。福岡出身の僕からしたらね、しかもこっち来てもまあ電車乗ってないもんね。俺電車乗ってないですけど、うん、もうびっくりするよマジで。その2分でそんな絶望するぐらいの何かが起こるんかって思う。ここなの上乗ってこう、あーって入ってくる。いや死んじゃう死んじゃうって。ほんとインドかと思ったよ最初来た時。インドもう異次元よ。外にインドもみんな。
あいつらいじけよ。あいつらと比べたら怒られるわ。まあまあまあ、でもそれぞれね、やっぱ事情はあるんでしょうけども。うん。何もお前は知らんのに、ほざきやがってこのクソ外人が。そうよ。思ってるかもしれない。確かに。電車乗ってる人たちが大半だから。はい。とね、まあ単発を今2回ほど。もうノータッチで。さらっとね、引いてますけど。見てないことにしてますからね。うん。実際俺もマジで見てない。電車の話の動画だから今回は。そう、今回電車の話して、あの充電回すっていう動画だもんね。充電する？まてか、またイベント来るんかな。え、来た。え、やっぱ1人だけ。まだミッション見てないんだよね。てか、そろそろ17号18号のイベントが来るでしょ。19号終わるから。終わったじゃん。19終わった。ナッパが終わるか。てかもうナッパはまだある。まだもうちょいあるで来るんじゃない。10日間ぐらい、もうちょいで来るんじゃない。ストーリー確かに、またなんか間にナッパみたいな感じで間に来そうだね。挟んで、あ、じゃあ追加されてそう。いくぞ、勝負。二重連はしようかな。とりあえず単発ね。うん、とりあえず頼むよ。てかセールなんでせんかて。セール来てなかった。何もショップなかった。俺買ったのにな、来とったら。見飽きた、来ないっす。5000円で二重連買おうっていう気がしなくなってきた最近。5000円で20連だっけ。確かそのやったんだ。今から俺じゃあ5000円使うみたいなもんか。そうぜそうぜ。で5000円振りまいてるって考えたら、やっぱ実際でも石はもらえてる方だと思うよ、うん、まあね、そうよ。他の、まあ、比べちゃ悪いけど、いろんなソーシャゲーの中で、うん、確かにやってればね、結構溜まってんだよね。そうそうそう、普通にやるだけでミッションがやっぱりある程度あれだから、うんうんうん、まあ、でも、ね、結構ナッパのミッションは石渋かった。まあ、あれはだって言うて300個400個ぐらいしかもらえない。追加しょ。まあね、いくぞ。いよいよこっから本番よ。そうね、電車と石の話して20年。うん、頼む。いい加減出てほしいな。どっちが欲しい。ちゃんと見てないけど、どっちも言うて、どっちもとりあえず持っときたいって感じだろ。うん、どっちもなんか本当に今5分ぐらいで欲しいかな。でもトランクスは今月考えると、うん、欲しさある。ただ結構デメリットもあるんだよね、トランクスは。まあそうね、まあ、その代わり 75% アップはやばい。確かに。いくぞ。はい、うん、頼むよ。そろそろ梅さんにね、本当よ、夢を見せてほしい。ここで来てくれ。うわ、赤三個。あ、背景いいよ、背景いいよ。これも 66% 33%。 あ、でもね、スーパーサイズになってないから確率高い。スパーキング、いや俺確率見たんだよ。そんなん、そう、あの背景とあれの時の振り分けがどんどんあるよ。パチンコみたいな感じで。これ結構ね、今ね、スパーキング寄ってます。いや、寄ってます。もう笑いこらえてねえよ、お前。寄ってますよ。まず17個欲しいな。違うんだ。いいやん、エクストリーム祭りやん。手間かけさせやがって。え、マジやばい。あ、初めてゲットした。はじめまして。はじめまして。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、ちょっともう怖くなってきた。俺マジで最近運ないよね。やばいね、こんな電。あー怖い。でもピッコレし、ピッコロの時代ももうすぐ終わるのか。でももうそろそろじゃない、コロナを活躍してた時期って。あ、めっちゃ来るやん。これやばい、怖い。爆死？え、もうそろそろ終わりやん。あと2回ぐらい。あと、はっ、お、来い。へー。何それ、シンプルうるせえやつ。ごめんな。じゃあこう、これ多分終わるわ。次終わり。はっ、あ、まだある。頼む。あやば、あやばい、もうキャラクター70体獲得おめでとう。あらちょっともう引くのやめようかな。どう思う、みんな。カムバックボーナス狙いに行く。カムバックボーナスかな、これ。2週間動画お休み。あ、2週間やらんとカムバックボーナス2500個もらえる。やば、2週間だったかな、1ヶ月だったかな。1ヶ月はきついわ。テレ終わっとれ。そいや、いや、あとくか、ラスト行くか。思いを、く
張ってくれ、頼む。みんながこれを見て引くか引けないか決まるんやから。でも一つ言っとくけど、うん、超軸会社以外出らん。それよ。あとみんな俺の参考にするのはやめた方がいいかもしれない。俺マジ極端よ、本当に極端に引けんやつやん。おらこうなってくるんや、最終。ああ、ほんとだ。いや、いっちゃいっちゃ。一番いいやつや。これ逆にね。勝てよ、ここで。身勝手演出やから。お互い殴り合ってるのはいい。やべ。なんかお互いに避け合ってる方がいいらしい。ああ。やべ。これやばくない？もう何も言えん。これコメント欄でまた、俺も引けませんでした。てか、そもそもいりますかと。引いてるやつが負け組みたいな。風習。調がそれな作られていくよこれ。俺だって動画の後毎回やめときゃよかったって思ったね。本当にギャンブラーやばいやばい。えマジで来んぞ。しかも60連爆死ぐらいしてるみたいやからね今回。やばいマジで。ちょっとめっちゃうるさい、響くない、ここ。えっ17本も来んし、うん、どうなっとんこれ。やばいマジで。心臓病ヒーローごく出すぎちゃう。スカウトバトルやってやん。もうタップの手震えるわこれ。いくよ、いい加減して。俺は前のやつほど優しくはないぞ。マジえぐいな、アメさん。ちょっとそれアカウント消したらいいわ、毎回言ってるけど。今さら偽物しよう。あーなるほど、あったまってきた。俺ワクワクしてきたぞ。逆にね、やべ、でも追い詰められて強くなるから。そうや、俺たちサイヤ人は。あとこの怒りのね、うん、怒りこのだからこの状態になれなきゃいけないから。いつもこの撮影室が吹っ飛ぶか分からんわ、本当に。気がすごい横から。まずい、はっはっ来い、なキャベ。終わる、終わった。終わりも多分終わりや。マジで言うてる。そんなわけないって。さすがにな。さすがにまだあるって。任せておけ。キャベ、キャベジャコ。キャベラディスキャベジャコ。一番いいな俺。やば。いよいよだな。終わったな。これはもうマジで来てるよ。流れ来てるよ。これ来てる。乗るしかない。このビッグウェーブにみんな乗るしかない。今梅さんがみんなの分引いてっから。そういうこと。俺らにアッキーを分けてくれっつって。これ鈴を2個5000円で買ったという。しゃー、どう思う。鈴を20個5000円で買ったって考えたら、でこれ6分で消えるからね。いやいや20個やから。そっか、めっちゃ使える。30分1時間1時間持つ1時間持つ1時間ひたすら鈴、1時間修行できる。ひたすら鈴鳴らせんやん。そう、5000円で1時間鈴鳴らせる権利をお買い上げになられました。梅津さんです、今の気持ちは。まあ新キャラね引いてないんで全く使うキャラがいないということで、ありがとうございます。はい、ということで今回の動画はこの辺でお開きにさせていただきます。やばい、いよいよやばいけど。あの本当に逆にみんなはこのタイミングで引いた方がいいかもしれん、うん、公式が今ツイートしてよ。うん、押せんだ。もう知ってんだよこっちは。動画やってから追い打ち、ほんまや。言ってんだよこっち、さっき動画で。はいはい、ねチャンネル登録ぜひお願いいたします。それから、はい、かわいそうだと思う方はね、です、僕のチャンネルの方でも今から。いや俺でもそんな低気ねえわマジで。まあ10連してみてじゃない。そこまでいらん。10連で出んかったら逆にもうそのまま次までステイまであるかもしれない、うん、まあとりあえずまあ様子見かな。まあそう、ね、とりあえずね、うん、まあでも引くと思うんでぜひね、はい、そっちも遊びに来てください。遊びに行ってください、はい、ということでまた次回の動画で、はい、お会いしましょう。ありがとうございます。あっ、うってあっ、くそっ。